あ、僕、DRE で、あ、そうです、去年、DRE、あのお世話になって、ね、その時に欲しくなって今日納車になりました。いいじゃないですか。どれどれ、いいじゃないですか。ありがたいですね。はい、本当にありがたいです。 DRE、はい、DRE のあるさんのおかげで、はい、すみません、ありがとうございます。いい、またよろしくお願いします。はい、はい、つけて、はい、ありがとうございます。楽しんでください。はい、すみません。ありがとうございます。失礼します。おめでとうございます。ありがとうございます。やべえ。やばすぎ。高い高いよ、足つかねえ、音やばいな。最高、ガソリンがないと、ガソリンどっかで入れないと。納車後の儀式、ガソリン入れ、これちゃんと取れてんのかな。いや、ポジションきつい。ポジションきついし、渋滞してるし、やばいじゃん、これは。これ2気筒に切り替わってんのかな。クラッチが難しい、最初が。おー、どこどこ言ってますね。待って、俺これでツーリング行けるんかな。あー、熱い、ケツ熱い。いやー、音最高だな、やばい、最高すぎて涙出るな。うわ、待って、鏡じゃなくて、あの窓に映った自分かっこよすぎてやばい。けどまた熱っ。おお、自動でライトついた。そう、この子はね、デイライトがね、標準装備なのでね、昔のやつはもうライトついてないとダメだったので、昼も夜もずっとライトつきっぱだったんだけど、最近のモデルはね、デイライトが OK になったので、昼間は LED のピーっていう眉毛みたいな線だけ入って、で暗くなるとこのね、液晶のモニターも黒くなって、ライトも一つつくって感じで、ね、ハイビームにすると両目点灯になりますね。ちょっとトンネルで停止はしんどいど、そして体勢というかポジションがしんどいど。音すげえな、これ純正でしょ。純正でこの音はね、まあ、SN の時も同じこと思ったけど、SN よりしっかり、あのきついんじゃない、ポジションは。一番スパルタンなんじゃない、まずあれだもんね。あったか、そうした、まずさ、ザ、あの何、シート高が 850mm だもんね。はーい、ガソスタ入ります。怖い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 、はーい、入りました。はい、ということで初めての給油していきたいと思います。これ、ね、グローブをいちいち取るのがちょっと面倒いんだよね。ほいほい。うわ、バイクの熱あっち。はい、今日はね、よいしょっと、いや、初給油いきます。ちょい、はい、お願いします。吹き出てくるんだけど、めっちゃゆっくりやんないとやばいじゃん、これ。吹き出てくる、怖っ。なんか昔はこう両足ついて、あのまっすぐ立てた状態でガソリンとか入れてたんですけど、ちょっとこのバイクはね無理ですね、ツンツン立ちなので。ゆっくりゆっくりガソリンを入れて、
時間ないけど焦らずに。お、もう満タン？もう満タン。何？ 8 リットルしか入ってないよ。もういっか、一旦ね、一旦帰るまでのね、ガソリンがあれば大丈夫なので、はい、よし。いや、待って、飛んでる飛んでる、やだやだ。はい、レシートをもらって、さあ、これで安心して帰れますね。いや、暑いな、今日、にしても。バイクも暑いし、ここね。よいしょ。はいはいはい、初給油無事終わったので帰ろうかね。よっこいしょっと。おー、どうした？サイドスタンドも遠い。はい、やばいよ、幸せすぎるよ、気持ちいい、気持ちよすぎる。あー、混んでる混んでる、やだ。左行きます。ちょっとミラーの位置が良くない、ミラーの位置が。ここね、ここね、ここだよね、 170m ね。はい、ここね。あ、もう高速乗っちゃえばね、もうこの子のねパワーが。これでしかもさ、これでねストリートモードなのよ。どうなってんの本当に。十分すぎるよパワー。白バイさん、白バイさんです、こんにちは。白バイさんとツーリングでございます。ちゃんとツーリングです。いやー、ピカピカですね、白バイさんも。ちょっと待って、股がマジで熱い。そしてナビが一生高速に乗ってると勘違いしている。帰れない。